演舞開演。どうも、本日は先日ミスタードーナツで3月に行われた夢の総選挙の結果が発表され、その上位4種類が販売されたということで買ってきました。ただし4種類の中にあるポンデエクレアについては、以前の応援の時に私の地元だったので、その時にレビューしていましたので、今回はそれは外しています。なので残る3種を今日は食べたいと思います。さーて、どれから行こうかな。まずはこのポンデブリュレから食べたいと思います。あー、表面がこんがりとと、ちょっとベタつきますね。ではいただきます。パリンもちって最高です。だけどポンデリングのもちっと食感にザクザクとしたキャラメリゼの食感が加わることで、ザクもちんのとっても楽しく、苦味の効いたキャラメルも口の中に広がって美味しいのですが、ベタベタして食べづらいのがちょっと、せめて袋に入れてほしかったかなと思えてしまったのがちょっと残念でした。でも味はもちろん美味しかったですよ。では続きまして、こちらオールドファッション焼きカスタードを食べたいと思います。こちらはどう、ただのオールドファッションとは違いますね。ちゃんと袋にも入ってますし、さっきのこと根に持ってるって感じですか。ではいただきます。古きを訪ねて新しきを知るというやつでしょうか。焼いてあることでオールドファッションのサクッとした食感がより強くなっており、その上に乗っている濃厚なカスタードクリームがまろやかに口の中に広がってとっても美味しかったです。サクッとした食感をより楽しみたい人はとってもおすすめですね。ご視聴じゃなくて、もう一つあるこちらポンデ焼きプリンです。さっきのブリュレとはどういう風に違うのかな。やっぱりちょっと中身やろうとすると怖いな。なのでこのままいきますね。これはブリュレちゃんとは似ているようでやっぱり違います。さ、やはり先ほどのブリュレと似ていますが、中にカスタードクリームが入っていて甘めのカスタードになっているので、外側の苦めのキャラメリゼとのギャップがありますね。サクバリもちっと言いたい感じで、滑らかも加わってとっても美味しかったです。甘いのが好きな方はこちらの方がいいかもしれませんね。あと袋に入っていてくれたのも夢のドーナツ。今回の結果はこのようになりましたが、今回投票で選ばれなかったドーナツもいつか食べてみたいと思います。ミスタードーナツさん、機会があればお願いします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。選挙に行かなきゃ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。